タレクエルィッチは、オーストラリアとレバノンのサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは DF。シドニーに生まれ、2012年に、レバノン代表に招集されたが、AFC アジアカップ2011予選の際に、オーストラリア代表に招集されたため、レバノン代表とはなり得なかった。その後2015年に、オーストラリア代表として初出場した。パラマッタ FC の組織から、 オーストラリアンインスティチュート・オブ・スポーツを経て、シドニー・オリンピック FC に移籍した。2007年のエルリッチ・ニューカッスル・ジェッツで、トレーニング中のエルリッチ A リーグ8シーズンとなった2005から0 6シーズンに彼は、ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ FC に加入したが、このシーズンの出場はわずか3試合に止まった。2006から0 7シーズンには、出場機会を、 若干増やしたもののそれでも5試合に止まったが、クラブ自体は3位であった。2007から08シーズンの2008年2月17日に行われたクイーンズランドロアー FC 戦で111分に初得点。このシーズンはセントラルコーストマリナーズ FC をファイナルで倒して AFC チャンピオンズリーグ2009への出場権を獲得した。なお、 このシーズンの2007年10月14日に行われたウェリントンフェニックス FC 戦で兄のアーマド・エルリッチと初めて対戦した。2008から09シーズン、2008年10月6日に行われたウェリントンフェニックス戦でシーズン初得点。11月9日に行われたパース・グローリー FC 戦で2得点目を挙げた。このシーズンは出場機会も増えた上に、 オーストラリア代表監督のピム・ファーベイクからも注目され2009年1月に行われた AFC アジアカップ2011予選で代表初招集を受けた。また AFC チャンピオンズリーグ2009にも出場し3月10日に行われた北京国安戦で AFC チャンピオンズリーグ初出場4月7日に行われた名古屋グランパス8戦で AFC チャンピオンズリーグ初得点。グループステージ全試合に出場し、決勝ラウンド進出に貢献したが、歩行スティーラースに6-0とされて、同大会を後にした。2009から10シーズンには29試合に出場したが、2009年9月20日のシドニー、FC 戦の90分に、初めてのレッドカードを提示された。 なおその後2011から12シーズンの2012年1月7日のメルボルンビクトリー FC 戦の53分に2枚目のレッドカードをもらった。その翌月の2012年2月24日の39分にアデレードユナイテッド FC からシーズン唯一の得点を獲得。このシーズンは勝ち点35の7位であった。2011から12シーズン終了後に 入ッするジェッツが契約を更新しないことを受けて、パースグローリーとシドニー FC が彼に興味を示した。2012年6月25日に、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC と2012から13シーズンの契約を締結。彼は、アーロン・ムイ、クアベナ・ピアーと共にこのシーズン初めての契約選手となった。シーズン終了後に、ディノ・クレシンガー、ジェイ・ギブス、 ロッキー・ビス・コンテと共に放出された。2013から14シーズンには、アデレード・ユナイテッド・ FC に加入。FFA カップ2014では、初めてのカップタイトルを獲得した。2014から15シーズンの、メルボルンシティ・ FC 戦で挙げた得点は、年間最優秀ゴールに選ばれ、それのみならずフィーファ・プスカ首相候補に挙げられるほどの、ものであった。 2014から15シーズン、彼は右サイドバックとして活躍し、ベストイレブンに選出された。9月29日には、その献身性が評価されて2年間の契約延長を勝ち取った。2006年2月22日の AFC ユース選手権2006予選のトルクメニスタン U-20 代表戦で、オーストラリア U-20 代表初出場。 オーストラリア U-20 代表はこのグループを1位で通過し、AFC u 選手権2006本戦に駒を進めた。2006年8月には南米遠征の20人にも選抜され、CSD コロコロ U-20、CF ウニベルシダデチレ U-20、チリ U-20 代表、アルゼンチン U-20 代表戦に参加した。なお、この遠征は、 AFC ユース選手権への準備であった。AFC アジアカップ2011予選のインドネシア代表戦で代表初招集を受け、背番号は69番であったが、起用はされなかった。レバノンサッカー連盟からレバノン代表への招集を受け承諾、2012年4月20日のレバノンプレミアリーグのあるアフアー、あるアハリアレーとの非公式親善試合で初出場。 この試合は5月17日に行われる 2014FIFA ワールドカップアジア4次予選のヨルダン代表戦の練習試合であった。これによって彼はマイケル・レダ、バディファラーに次いで3人目のオーストラリア生まれのレワノン代表選手となった。しかし、セオ・ベッカー監督の構想になかった。9月には国際サッカー連盟からオーストラリア代表として 招集された経験があるためレバノン代表の資格がないと言われた。しかし2013年に国際サッカー連盟は出場していないためレバノン代表としての出場資格があると立場を転じた。その後、ドイツ代表、マケドニア共和国代表との親善試合に向けてのキャンプでオーストラリア代表に招集2015年3月30日に行われた。 マケドニア共和国代表戦で、スターティングイレブンに名を連ね、代表初出場。レバノン系オーストラリア人の家に生まれ、シドニーのオーバーンで育った。兄のアーマドイル・リッチもオーストラリア代表のサッカー選手。ありがとうございます。